京都の語り部、世界を旅する YouTuber、 キッシーエンタメワールド。今や知らない人はいない。マリオ、ルイージ、スプラトゥーン、ピクミン、動物の森、店内のこの赤い色もテンションが上がります。ショーケースのように並んでいます。任天堂の抜群のデザインセンスのおかげで、家族みんなが笑顔になれるグッズがたくさん揃っています。こちらはピクミン君です。色によって個性いろいろ、楽しい仲間です。これが腕組んで3点目のですね、任天堂のショップです。東京、大阪、そして去年ですね、京都で開店したというお店でございます。中に入ってみましょうかね。日本語バージョンだけなので、英語バージョンまで用意されてますね。はい、